事あるごとに宣伝するごとにあのピンクで発光とかピンク用のベルトとかなんかあれってどっちなんですか、あえてなんですか、そのピンクって言って。あれはみなさんこんにちは、井上正弘です。今日なんですけれども、これちょっとね動画は後撮りになってます。なんでかっていうとね、そのオープニング撮ったんですけれども、その動画がねちょっとねなくなってしまって後撮りになってるんですけれども、まあ、今回の動画バンダイさんとあのお会いすることになります。皆さんねもう情報公開されてると思うんですけれども、コンプリートセレクションモディフィケーションのディケイドベルト、まあ、シルバーベルトのボリューム2バージョン2が出るということで、まあ、完璧バージョンを出すということで、まあ、それの音声収録に、行ってまいりました。新規音声収録ですね。はい。でですね、まあ、私思ったんですよ。ちょっとバンダイさんに聞いてみたいことがあって、それは、まあ、ことあるごとにバンダイさんなんか発表するときに、ディケイドのやつの発表するときにピンク色の色に発光とか、なんかピンク色のベルト登場とか、ことあるごとにね、ピンクとネットで表記してたんで、もうこれはね、バンダイさんのもうむしろ戦略なのか、それか本当にピンクって間違っちゃってるのか、これねどっちかぜひとも聞きたいなと思って、これ検証しようと思います。ということで、バンダイさんの新しい CSM の音声収録に行ってきました。どうぞ。よいしょ。お疲れ様でした。はい、ということで、相当ワード数ありました。200弱ありました、ワード数。ていうか、ワード数というか、セリフだったんで、もうね、ほぼディケイドの1話から最終話までのセリフ全部言ったみたいな感じでした。非常に懐かしかったんですけれども、3時間ぐらい通ったのかな、3時間ずっとこう喋り続けて、結構クタクタでした。これからね、取材、インタビューかなの方なんで、まあちょっとね、今私服なんでちょっと衣装の方に着替えたいなと思います。はい、どうでしょうか。ちょっと派手なアウターでございます。じゃあこれからインタビューの方行ってきます。ほい、ちょっと1枚だけテストください。ということで撮影も終わりました。あとはインタビューだけです。作品について、了解です。改めて適当に話してもらえば、はい、前回の CSM として大人のための精神デリートというのが7年前に発売されて、はい、7年ぶりにリニューアルということで、前回の CSM が出たということは井上さんご存知だったんですか。いや、もちろん知ってます。まあ、実際に手に取りましたし、はい、持ってるんで、そもそもあれですよね、前回の CSM 出て、CSM 出るっていうこと自体が、なんか僕は不思議だったんですよ、当時。ああ、大人向けの。いや、そうじゃないですか、だって、僕が今、放送中じゃない仮面ライダーがいるのに、なんかもう、ディケイドのベルトが出るって、はい、大人用のベルト出るって、まあ、なんか、その当時ですら面白かったのに、今また作りますみたいな感じですね。これは前の CSM。これは企画としては大事です。
いや、これですらね、相当すごい、相当すごいんですよ、これ相当これもすごいんですけど、ここがね、ここは赤いっていうのがいいんですよ。スースの方はこうなってるんで、まあでも CSM 今回持ってる人はみんなこのこっちのライブか、これがなくて辛いってずっと言ってるんで、ああ本当はね、こっちは CSM 出てるけど、これも CSM 出してくれみたいな声がめっちゃあったんですよ、うん、今回それが出るんですよ、なんか完璧バージョンですよね、完璧バージョン、いやでも何年越しの完璧バージョンなんだっていうところがね、ちょっと面白いんですけど、その台本をこうざっと見た時にどういう風に思われましたかっていう、いやもう全部やって思いましたねいやもう本当にこれ、いや別に喋る方もまあまあ大変ですけど、はい、いやこれね、あの企画発案する人まあまあ大変なことしてますよ、まあまあ大変なこれ、いや僕聞きたいですよ、逆にあのどんな思いでこれこんな収録しようと思った、このこれも執念ですね、一人もう最高のものを作りたいってことだけを、いややばいですね、いやもうこれ一個一個セリフを取るときに劇中の音声をあの聞かせていただいたんですけど、まあ当時思い出しますね、はい、リズムとか、まあ、そういうのも割とセリフ覚えてたりとかするんで、なんかこうスッと、できたんじゃないかなとは思いますね。こんだけ長いのはもう生か、これもうマジで現場の縮尺ですよ、これ、お、まあ、こんな感じでした、あとこれですね、消えたでもこれ、ケイタチ、これ現物もはや超えてますよ、これ現物超えてる、わかんないですけど、僕がいいのかわかんないですけど、まあ、撮影に動かないですから、もう、おもちゃの枠超えましたよね、これもなんか、あと今回はもう、劇中に出てないカードもちょっとたくさん別売しようとしてまして、はいはい、ディエンドが召喚した2号ライダー、3号ライダーで出てないキャラクターなんですけど、当然、世界観の中で存在してるだろうということで新規デザインして、なるほど、あのもう平成1期のライダーはもう全部カードもコンプリートする、なんか隠し音声とか入れてください、隠し音声なんか分かんないですけど、もう一回撮り直しましょうか仮面ライダー50周年おめでとうみたいなノリのいいですね、なんかこう一個こうやったら実はありがとうとか言うとか、打ち込んだりなるみたいな、あいいっすね、これ俺のすごいですね、今ここで聞かれたこのところで企画が変わるんですか、なんでもいいですよ、なんかあでも今撮れるのかな、ちょっとなんかスタッフさん撮りましょう、ここ大事です、僕一回聞きたかったんですよ、あのなんかバンダイさんが断ることに宣伝することに、あのピンクで発光とか、あピンク用のベルトとか、なんか結構ネット記事でなんか宣伝でその文言出すじゃないですか、僕毎回マゼータ修正してるんですけど、はい、あれって あれってどっちなんですか、あえてなんですか、そのピンクって言って、いやあれは、はい、うちの会社って別に何て言うんですかね、それなりに割といろんな分業があるなるほどなるほど、いや僕ずっとこれはいじられ続けてるのかなと思ってずっとマゼンタだっていうことをちょっと発信し続けてたんですけど、いやあそうだったんですね、じゃあちょっとマゼンタの方ちょっと周知お願いします、今回はそれは本当に決定します、ことさらマゼンタっていう文化そこは色をちゃんと変えてマジっすか、やろうと思います、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、こんな感じで世界収録で出していただきました、言えば絶対こんなじゃあ撮りますか、はい、やばはい、ということで皆さんびっくりする事態が起きました、なんとバンダイさんが行きで僕の、何かを入れると隠し音声を追加してというオーダーを今聞いてくれてなんか撮るっていう、はい、ちょっと楽しみですね、何撮りますか、買ってくれた人へのメッセージがですね、これ言うのもありですよね、うん、これでいきましょう、
はい、ありがとうございました。お疲れ様で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 した。はい、はい、お疲れ様でした。はい、ということで前編、新しい CSM の、撮影が終わりました。なんかいろいろなこう取材中の発想でひょんなことからすごいことになっちゃいましたけれども、皆さんもし発売したら、楽しみに待っててください。ぜひ手に取ってみて、僕に報告していただければ僕も喜びますので、皆さんぜひよろしくお願いします。じゃあまた。この動画の未公開映像はメンバーシップ銀会にて公開。金会員では月1で限定生放送もやってるので、よかったらぜひ入ってみてください。また別動画もよかったら見てね。チャンネル登録を忘れなく。次の動画でまた会いましょう。